さあでは、さて、チャーハンと麻婆豆腐なんですが、これ麻婆豆腐だと思ったら麻婆豆腐のライス付きだった。ライスにライスを頼んでしまった。なんてこったい。辛っ。うん。後で食べようかな。やっぱりライスにライスはおかしいな。うん、はい。でもチャーハンが美味しい。はい、さあ、高2で京大学合格の衝撃、飛び級が日本の閉鎖状況を打ち破るというですね、またも超優秀な方のニュースが飛び込んできました。なんだこれ、ゼロカロリーサイダートリプルってすごい名前だな。京大医学部に今春、飛び級で入学した学生がいると話題になっていると、愛知県出身の林里奈子さん。読めました？絶対リンゴナコって呼んだ人いるでしょ、絶対これ。将来は研究員になり、今は治せない病気の治療法を見つけたい。ああ、素晴らしい。お願いします。まだいっぱいありますからね、治せない病気って。うん。受験ワールドの超秀才として有名。受験ワールドって言葉初めて知りましたよね。受験会とかじゃなくて。5月22日、朝日新聞朝刊のヒトラーに出てきたんですね。林さんは国際科学オリンピック日本代表としてメダルを獲得するなど、数々の大会で優秀な成績を収めており、特色入試として、同学部が2016年入試の試験から設けた資格を満たしたという、ノーベル受賞者が多く、医学の研究が強いイメージの京大で研究員になることを目指すと語っている。京大医学部は東大医学部と並んで大学受験ワールドの最難関。そこに現役合格するだけでも大変なのに飛び級ということで記事が公開されると衝撃が走った。で、どういう風にいけるのかっていうのをですね、調べてみました。そしたら他の記事にも載ってたんで、条件としては、まあ普通に学校出た人だけじゃなくて、まあ国内の国際バカロレア認定校。そうですね、最近増えてきてる。こういうところとか、これなんですね。国際科学オリンピック日本代表として世界大会に出場したもの、国際オリンピックっていうのが出てるわけですね。この条件に。それで飛び級をね、果たしたわけですよ。この真の天才となってますが、そうですね。こういう人の支援をどんどんするべきだってね。林さんは以前から受験ワールド、超秀才として有名だった。インターネットでは高1で東大理3 A 判定。すごいですね。数学、物理、生物、地学でオリンピック級。あと、地理もオリンピック級。英検も1級。囲碁部員として全国高校囲碁大会で準優勝。すごい情報が溢れた。飛び級で京大医学部に受かった人がいると聞いて彼女だったと思った。というような過去も多数あったと。で、まあ見てみました。他にどんなのがあるのかっていうですね。数学甲子園2017年準優勝。18年19年本戦出場という形で、数学甲子園なんて感じですね。国際地理オリンピック日本委員会 JGO。2018年本戦出場、2021年銀賞。本当にチリもすごいんですね。ESO2019 年 CHO。多分、ケミストリーのオリンピックなんだと思うね。下に ICHO っていうので国際科学オリンピックって出てるんで。ってことはさっき地学って書いてあったから、地学のオリンピックだろうね。アースサイエンスか。はいはい。で、国際科学オリンピック2020年トルコ国旗銀メダル。へえ。銀が2つあるのなんで。数学オリンピックは国内大会2020年本戦出場。全国物理コンテスト物理チャレンジ。JPHO2020 年同賞。すごい。国際物理オリンピック2021年代表候補。国際生物学オリンピック2020年本戦出場。すごいね。数理の翼40周年なのかな。ELCAS2020 年。エルキャスわかんないね、さすがにこれは。ああ、京都大学のプログラムなんですね。なるほど。講座一覧って言って、理系の科目、文系の科目もある、法学とか政治学とか、そういうのを受講してたんですね。じゃあまあ、京大とのつながりもあるわけです。で、英検1級を持ってると。すごいね。国際オリンピックなんて選ばれるの4名って書いてあるからね、国から。その中に入ってるわけでしょ？いろんな科目で。半端ないですね。いや、京大はいいシステム。入れてると思いますね。そうするとね、東大もったいないじゃないですか。そんな飛び級させないとかだと。認めないと1年早くとか2年早く持ってかれちゃうかもしれないですよ、優秀な人。まあ今度初耳が組んでる、うちのチャンネルよく出てくれる彼氏さんとかもね、優秀だったけど東大に飛び級制度がないから16歳で合格したのに18歳まで待たされたっていうね。そういうもったいないことがありますから、飛び級制度、東大もね、ぜひやってほしい。飛び級入学制度を設けている大学がいくつかあるが、難関大学学部ではほとんどないと。それだけに林さんの偉業が注目されることになったそうですね。戦前はあったんですね、制度として存在した。そうなんだ。今全然ね、ないよね。神童は大人になってどうなったかっていう本があるんですね。そこには多数の神童が登場。その中で近年最高の神童と言われるのは岡田康さん。神童ワールドってあるの、そんなの。知る人ぞ知る有名人。灘中学2年生の時に大学への数学に成績優秀者として掲載。すごいね。大学への数学で、有名な本ですけど、中2の時に載ったの。中3の時には駿台予備校の東大実践模試で、理3合格 A 判定。中3で。すごいな。さっきの林さんも、東大の模試の判定 A で、とか、まあ、なんか同日、本番のやつで、それで A 判定取ってましたね。ね、東大飛び級用意してれば東大に入ったかもしれないのに。から、優秀な人材逃しちゃってるじゃないですかね。その後、同模試で高1の時に2番、高2で1番。はい、1位だったんですね。ね、東大に入ってすごいね。灘高の先生が教員生活40年にもなく、彼のような生徒に出会ったのは初めて。現在は分子生物学者、東大教授、理化学研究所生命システム研究の研究センターのチームリーダー。素晴らしいですね。まあ、こういう人たちにね、支えていってほしいですね。この国を。林さんが学ぶ京大学部にはノーベル賞の山中教授ね、はい。iPS 細胞研究所所長がいる。目の前にノーベル賞受賞者がいるというのは大きな魅力だ。加えて京大にはもう一人ノーベル賞級の天才がいる。数学の超難問といわれる ABC 予想を証明した京都大学数理解析研究所の望月教授と。米国で育ち、プリンストン大学に16歳で入学、19歳で卒業。すごいね。16歳で大学入って19歳で卒業。ね、みんなが大学1年生やってる頃にはもう大学出てるっていうね。浪人生たちが予備校に行ってる間に大学出てるっていうね。キャンパスの一角で林さん、山中さん、望月さんが談笑するような機会があるかもしれない。どういうことなんだ、これは。今、望月さん、東大って書いてあったばっかりなのに。いや、飛び級あったら東大行ってたんじゃないかなって思うけどな。ちょうど政府の教育再生実行会議も、6月3日に新型コロナウイルスを踏まえた教育のあり方を提言、大学への飛び入学などの支援を菅首相に求めていると。飛び入学って言いますね、まあ。で、文部科学省のサイトには飛び入学って書いてありましたね。正式な言葉なんですね、飛び入学って。いかん。あれを全部食べそうになっちゃった。いや、ということでね、すごいですね。まあ確かに海外ではね、いろんな飛び級あったりするね。カナダの天才の子とかね、話題になったりもしましたし、過去にね。飛び級、まあどうなんだろうね、横になんかすごいちっちゃい子とかいたら嫌なのかな。同級生は。でもまあそんな1、2年じゃあんま変わんないしね。小学校の時だと全然違うだろうけど。まあそれでよってなんか早生まれと遅生まれがあんなに差がついてとかって言ったりする人もいたりするぐらいですけど。まあ、大学ぐらいだったら、ね、そんなにかなと思いますけどね。まあ確かに英検ね、受ける時とかに大人とすごい小学生とか同じ部屋で受けてたりしますけど。ああいう状況にはならないと思うので。さあ、皆さんはどう思いましたか？ぜひコメント欄でご意見お聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.